が馬の5番なんだ。勝負つけます。多彩なブラジリアン柔術のテクニックしっかり見していきたいなと思ってます。この5番も要注意。総道塾の若手の強さを見せます。今回対戦相手の鈴木選手より俺の方が強いと思っているので完全決着でいきたいと思います。一言だけ言ってみます。俺の拳にキスさせてやるよ。一本か KO でサクッと勝つんでよろしくお願いします。とにかく殴り合いとして印象付けて判定じゃなくてはっきり白黒つけた勝ち方をしたいですね。1ラウンドじゃねえ、1分だ。関節と一緒に心も折りたいと思います。好き勝手やらせてもらいます。がっちり買って娘ケージあげるんでよろしくです。おっす。判定じゃなくて KO か1本で決着つけましょう。必ず勝ちますので、見ていてください。俺がパンクラスで今やってるように宮城はグラディエーターを侵略します。よく見とけ。やるかやられるかですよ。KO をするか、もうやられるか、もうただそれだけですね。もう生きるか死ぬかぐらいの気持ちで始まりますよ。KO か一本で派手に倒します。1年半ぶりの試合なんで、もう相手選手と同行で、もう思いっきりやるだけで、一番分かりやすい形で決着つけれるように頑張ります。コメントでフルボッコするっていうのがあったんですけど、まあ、できるもんならやってみようって感じですね。KO勝ち、狙っていきたいと思います。